はい、今日は2歳のアメリカンショートヘアがやってきました。やってきた理由は、食事を食べなくてぐったりしてる。10日前に子猫を迎えてからあまり食べなくなったそう。多頭飼育は相性がありますからね。特に猫ちゃん好き嫌いありますから。で、体温めちゃくちゃ高い。 40.9 度なんて人間でもきついわ。アメリカンショートヘアは性格的に病院だと結構怒る子多いんですが、これだけ高熱だと暴れる元気もないよね。口の中触っても全然暴れないからね。この子はお腹のエコー検査と採血をして原因を探すことになりました。エコー検査も採血もとってもおとなしくさせてくれます。検査上脱水がかなりひどくありましたので、脱水改善のために入院して点滴をしていきます。人間でも高熱の時に点滴するといいからね。体温もだいぶ下がりましたね。最初の方はお尻で測っても怒ってこなかったんですが、元気になるにつれてお尻からの体温測定でもうなるようになってきました。怒る元気が出れば大丈夫だね。シュールも元気に食べてます。今回は検査上胃腸炎が疑われましたが、子猫を迎えたことが一因かもしれません。早くなれるといいね。それではお大事に。はい、今日はドバトがやってきました。やってきた理由は、駅で酔っ払いにいじめられてた。都会の土曜の明け方は怖いです。心優しい人が連れてきてくれました。外から見た限り足がうまく使えてなさそうですね。足を含めて全身のレントゲン検査をしていきます。レントゲン上では明らかな骨折は見当たらないです。このような場合、脊髄などの異常も考えられるため、抗炎症剤の飲み薬で様子を見ていくことにしました。ドバトの場合、自宅でのペット飼育は禁止されているため、このあたりはしっかりと伝える必要があります。この方は外でこの子の食事投薬をしてくれて、その2週間後また出てきてくれました。なんと体重は 20g ほど増えてます。そして足の結果はだいぶ使えるようになってますね。道端の鳩を保護してくれて、動物病院にも連れてきて、食事やお薬まで与えてくれたおかげで、この子は元気になることができました。この診察の後に無事に公園に放したとのことです。最初に来た時にそのまま公園に放してたら、この子はおそらく命を失ったんじゃないかなと思います。元気にパンクもできるようになりましたね。心優しい人に保護されてよかったね。それではお大事に。はい、今日は5ヶ月の千葉がやってきました。やってきた理由は、何度も吐いて食事を食べない。体重は 2.02kg。 吐き気があると食べたくないよね。2週間前にフィラリアの薬を飲んでから、なんとなく調子が悪かったみたいなんですが、今日体温を測ってみると9度8分とやや高め。そりゃ吐き気もあってこんだけ高熱だったら元気もなくなるわ。このエコー中の何とも言えない顔。この子は検査の結果胃腸炎が疑われたんですが、その背景にフィラリア薬があった可能性もありますので、フィラリア薬についてはかかりつけ医の先生とよく相談していただくことになりました。点滴中ももう一人でできるぐらいすごくいい子。まだちっちゃいチワワちゃんなんで、このまま成果が変わらないように願ってます。ただ点滴も入れば入るほど皮膚が引っ張られるので、さすがにちょっと痛いよね。いやーでも全然いい子です。はい、注射終わりました。若干まだ震えてますけどね。飲むお薬によってその子に合わないものもありますので、特に毎月飲まなきゃいけないフィラリア薬に関しては種類もたくさんあるので、ぜひ相談してみてください。それではお大事に。はい、今日は2歳のネザーランドドワーフがやってきました。やってきた理由は、朝から夕方までうんちが出ない。人だとそんなん普通だよって思うかもしれないですが、ウサギは常に食べてうんちを出し続けるので、ちょっとの間うんちが出ないだけでも心配になります。幸いこの子は食欲はあったのですが、早めに連れてきてくれました。はい、これ食べるもんじゃありませんからね。不正光合がないかどうかをチェック。その後はレントゲンで胃の張りや腸のガスを見ていきます。こういった形で暴れるウサギはレントゲンを取るときは特に注意が必要です。無理やり抑えて背骨が骨折なんてこともありますからね。このレントゲンでは盲腸内のガスが散見されます。お杉や万歳のレントゲン、意外と万歳の方がおとなしくしてくれることが多いです。胃の明らかな張りはなさそうですね。この子は胃腸の訴えが起きていて、胃腸の動きが弱くなっている可能性を考慮して、点滴と消化管運動促進剤を打っていきます。幸い早めに連れてきてくれましたので、この後ポロポロうんちが出てくれば問題はないと思います。ウサギがうんちをしなかったら、ぜひ動物病院にすぐに連れていきましょう。早くうんち出してね。それではお大事に。はい、今日は5ヶ月のミヌレットがやってきました。やってきた理由は、ここ3日便がゆるい。ゆるい便がお尻についちゃうみたい。体重は 1.48kg。 はい、お尻から体温を測りますよ。ちょっと気になるけど頑張って耐えてくれてますね。局所麻酔のゼリーをつけてやや痛みを緩和してます。体温は9度3分とやや高め。食欲や元気は問題ないみたいなので、お腹のエコーを検査していきます。子猫の下痢の場合は、寄生虫やウイルスなどの感染や、食べてる食事が合わなくて下痢をしちゃうっていうこともあります。はい、エコー終わりました。なんかもうこのまま寝そうだな。エコーでは腸の近くのリンパ節が腫れていたので、お腹の寄生虫を倒す駆虫剤と飲み薬で対応していくことになりました。駆虫剤は舐められないように首の後ろに塗っていきます。あー、君お尻ポンポンすると喜ぶタイプね。うちのお兄ちゃんと一緒だわ。はい、診察頑張りました。この子はその後お薬を飲んで、今うんちも正常に戻ったとのことです。お猫の時期はすぐにお腹緩くなるから心配になるよね。それでも数日で治って本当に良かったです。それではお大事に。はい、今日は3ヶ月のミヌエットがやってきました。
やってきた理由は呼吸が浅くて早い。明らかに呼吸が苦しそうで辛そうです。まだお家に迎えてから3日目。体重はジャスト1キロ。身体検査中も酸素を嗅がせながら行います。そこからレントゲン検査。小さい体に負担にならないように優しく行っていきます。レントゲンを見ると肺が白く肺炎が強く疑われます。すぐに酸素室で緊急入院となりました。点滴や抗生剤治療を行うと少しずつ食欲が出てきました。猫の場合は上部気道感染症から肺炎に進行することがあります。ちょっとずつ目に光も出てきてますね。呼吸状態を見ながら空気中の酸素濃度にどんどん下げていきます。入院中も適宜エコーで肺や心臓の様子を確認していきます。入院もこの時点で3日目になりました。お家に迎えて病院に来たのも3日目だったね。そしてとうとう退院日。お外でも呼吸が苦しくなくなりました。ちょっと不満そうかな。女泣けるようになったの。さあお家に帰ろうね。お家に帰ってもお薬しっかり飲んでご飯たくさん食べるんだよ。この子はその後元気に暮らしてるようです。それではお大事に。はい、今日は1歳のチワワがやってきました。やってきた理由は首が曲がって立てない。完全に首が右に曲がってますね。慎重に体重を測ると 1.62 キロ。体温はやや高め。なんで急にこうなっちゃったのって思うかもしれませんが、こういう時はまずしっかりと身体検査を行ってからすぐに検査や治療を行うべきなのかを判断していきます。こちらは麻痺がどの程度進行しているか調べてます。痛みは感じるものの4本足全てに麻痺が出ています。年齢もまだ若いですし明らかな外傷もないので生まれつき何か体の構造的なトラブルを抱えている可能性が高いです。身体検査を終えたところで血液検査や酸素飽和度をチェックしていきます。そしてそこからレントゲン検査。年齢やチワワであることを考慮すると首が怪しいと思いレントゲンを撮影すると1番目と2番目の脊椎の貫椎軸椎が脱臼している。これによって手足に麻痺が生じていることが分かりました。この状態は非常に危険で首に大きな衝撃が加わると呼吸が止まる可能性があるので首に簡易的なコルセットを巻いて点滴とステロイド剤の注射を打って今日は終わりになります。この子は翌日無事にかかりつけに行って大学病院を紹介されたとのことです。それではお大事に。はい、今日は6ヶ月のマルチーズとプードルのミックスがやってきました。やってきた理由はおちんが出て戻らない。この理由で病院に来るの最近多いですね。こちらのチャンネルでは今まで小動物で多かったですが言わずもがなペニス脱が一番多いのは犬です。明らかにおちんがパンパンに腫れちゃってますね。それでは戻していきましょう。浸透圧の高い投液をまぶしておちんの腫れを引かしていきます。ナメクジが縮むのと一緒ですね。そこから局所麻酔のゼリーをつけた手で戻していきます。中に毛が食い込んでたりするのでそういったところを取っていきます。さあもうちょっとで戻りそうですね。無事に公費に戻りました。ここから再度出ちゃわないかを院内で様子を見ていきます。基本的にはマウンティング行動が長時間起きることでこのようなことが起こりますので、それがぬいぐるみだったり飼い主さんの足だったりしますのでそういったところに近づけないのが大事です。院内で再度出ないところを確認して腫れ止めの注射を打って今日は終わりになります。この子はまだ未去勢だったので去勢手術をすれば少し落ち着いてくれるかもしれません。しても残る子はいますが、もう発情して出しちゃダメだよ。それではお大事に。はい、今日は4ヶ月のインドコキンメフクロウがやってきました。やってきた理由は食欲がなくておしっこが黄色い。赤ちゃんフクロウは何かと不安があるよね。それでは見ていきましょう。体重は 121g。 コキンメフクロウの鳴き声はこんな感じです。まずは身体検査から。数日前にかかりつけに行っていてレントゲン検査を行ったとのことで当院では肝臓の疾患が原因かもとのことで血液検査を希望されました。念のためうちでもレントゲン検査を行います。いや嫌がるよね。フクロウのレントゲン検査も他の子と同様に行います。ただしくちばしは鋭いので気をつけましょう。レントゲンでは明らかな肝臓の異常は認められませんでした。フクロウのレントゲンもなかなか見ないですよね。それではお次は血液検査。頸静脈から採血していきます。ある程度負担はかかるので酸素を嗅がせながら行います。ちっちゃい体で採血頑張ってますね。血液検査では肝臓の異常は認められずに脱水が疑われましたので皮下点滴を行っていきます。その後は特に症状の悪化はなく無事に過ごしているとのことでした。しっかりお水取って安静に過ごしてね。それではお大事に。はい、今日は2歳のカリフォルニアキングスネークがやってきました。やってきた理由は2日前に食べたネズミを吐いた。言わずもがなヘビはネズミを食べます。体重は 118g。 それでは見ていきましょう。監視を使ってお口の中の確認。ヘビの口の中はこのように確認します。牙から毒液を採取するときによく見る光景ですよね。そしてお次はレントゲン検査。ヘビの場合うねうね動いてしかも胴体が長いので体の全長をレントゲンで撮影するのは結構困難です。この場合には何枚かに分けて撮影することもあります。レントゲンではネズミの骨のようなものが残っているのが確認できました。この子はとても人懐っこい子で初めてやった私たちにもすごい好意的に接してくれてます。もちろんどのヘビもそのような形ではないので診察するときは噛まれないようにぜひ気をつけましょう。この子はストレスや何かしらの原因で胃腸の動きが弱まっている可能性が考えられたので点滴と消化管運動促進剤を打って今日は終わりになります。はい、終わりました。もうすごいぬるっと入ってきますね。その後は嘔吐も止まって今のところは落ち着いて過ごしているとのことです。それではお大事に。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタン
よろしくお願いします。